今回は新型ウイルス対策とマスクの着用についての話題から。英国調査会社が3月下旬から4月下旬にかけマスクを着用しているかどうかをアメリカ各州で聞き取り調査したところ、着用していると答えた人の比率が最も高かったのはハワイ州の 58%、 続いてニュージャージー 56%、 ニューヨーク 53% の順となりました。そしてニューヨークタイムズ紙の調査によると、これらの州では3月から5月12日にかけてコロナの新規感染者数が減少しているというのです。マスク着用の有無だけで新規感染者数に影響するとの見方は少ないのですが、マスクをつける人は基本的に外出時、他人との社会的距離を意識したり、外出そのものを控えたりする傾向があるようで、こうした姿勢が感染状況の違いに反映している可能性は大いにあると思います。さらにニューヨークタイムズ紙は、日本の対策、その秘訣についての記事を配信しており、その内容は次のようなものでした。米国ではマスクについて価値観の衝突が起きている。一方で日本ではマスクをすることは大した事柄ではなく、新型ウイルス関連の犠牲者も比較的少ない。新型ウイルスが上陸した時も日本人は普段通りマスクを装着した。日本が最悪の状況を回避したことは世界を驚かせた。それはマスクに対する文化的な親和性が今回の成功につながっているのではと考えるようになった。パンデミック初期の数ヶ月、日本は意図的に検査数を制限し、ロックダウンを命ずることもしなかった。にもかかわらず、感染者数と犠牲者の数は急増しなかった。サンフランシスコ大学の研究員、ジェレミー・ハワード氏は、社会的距離が不十分で、カラオケ店が休業せず、感染者が急増する地域でも満員電車が走るなど、日本は全てが間違いと言えるような状況だった。しかし日本はマスクの着用という正しいことをしていたと語った。日本政府は結局カラオケ店やその他の店舗の休業を要請し、他国よりもかなり早い段階となる3月に休校措置に踏み切った。また大きなイベントも中止するよう要請した。それらの措置は全て強制的なものではなかった。いずれにしても日本の最もわかりやすい対応の一つは、ほぼ全ての人がマスクをしていたということである。日本にとってそれは自分と他人を守るための責任ある行動であり、平常を取り戻すための小さな代償なのだ。この記事については外国人、特にアメリカ人から様々な意見が寄せられており、その内容は大変興味深いものでした。その一部をご紹介しますのでご覧ください。なんでマスクの装着について未だに言い争ってんだろうな。とりあえずつけよう。難しいことじゃないだろう。このことをデモをしている人たちに教えてやってくれ。ありがとう日本。ようやくアメリカ人も徐々にだが学び始めたよ。日本には外国が学んでコピーできる要素がたくさんある。自分は15年前にマスクの習慣を日本で見て、それ以来取り入れるようになったんだけど、アメリカではおかしい人を見るかのような目で見られてた。そう考えると日本は昔からすごいことを実践してたんだな。米疾病予防管理センターや WHO はマスクが買い占めされることを防ぎたかったんだろうけど、もっと早く着用の推奨をしなかったことは大きなミスだと思う。ニューヨークで感染者の数が減ってきたのは都市封鎖の効果じゃなくて、マスクを着用する人が増えたからだよ。私たちは40年前に日本で暮らしてたんだけど、当時から日本人はみんなマスクをしていたから、こっちでも一般的になればいいのにってずっと思ってた。日本人には常識が備わってるから、秘密でも何でもない。真の愛国心がある人たちの行動がこれだ。尊敬に値する。マスクは病気の人や医療関係者だけでいいって考えが意味不明。今は誰だって無症状で感染してる可能性があるんだから。結局はリーダーの教養の問題なんだがね。規律の問題じゃなくて焦点の問題だと思う。日本人は個人よりもコミュニティを重視する。一方のアメリカ人はミーファーストでしょ。日本は規律ある社会だ。そしてアメリカはそうじゃない。
それこそが違いだと思うね。こうしてアメリカの感染者数は増え続け、社会が回復するのも時間がかかるだろう。おそらくは他のどの国よりも。だってアメリカはメディアも政府もマスクをつけることに積極的じゃなかったじゃん。日本では国のトップだってマスクをしてたんだ。俺たちのリーダーとは真逆だった。日本人にとってマスクを装着するということは社会の一員としての責任感なんですよね。他者への敬意は日本文化の礎石だ。欧米は日本から学ばなくてはいけない。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。